僕の脳内ラジオはいということで今週もラジオやっていきたいと思います。あの僕コーヒー好きで仕事行く前ね毎朝のようにコーヒー飲んでるんですけどなんかこの前ねインスタ見てたらなんか投稿でね知らん人のなんかコーヒーは鉄分の吸収を妨げるみたいなコーヒーを飲んでたら鉄分不足になりやすいみたいなあの投稿見かけてで僕もともと貧血でね で、鉄分のサプリみたいなものも毎日飲んでるんですよ。だからその投稿を見てね、え、じゃあ、俺がやってること意味ないってことって思い出して、で、そこからちょっとコーヒー飲むの控えてるんですけど、けどやっぱり毎日のように僕コーヒー飲みたいんですよ。コーヒー飲みながらゆっくりする時間好きですし。 だから、そのほんまにコーヒーは鉄分の吸収を妨げるかっていうのをね、その、ようわからん投稿でしかまだ見てないんで、あの医者の人がいたらね、ほんまにそうなんか教えてください。あの医者のふりして、いや、大丈夫ですよって言ってくれてもいいんで、僕、コーヒー毎日飲みたいんで、僕は安心させてください。ということで <laughs>、早速本日のトークテーマに参りたいと思います。本日のトークテーマは、 世の中で嫌いなもの、こういう価値観嫌い。はい、ということで。まあ僕はね、あの、まあひねくれてるんで、まあ、すぐね、嫌いなものがいっぱいできるというか、まあその、結構その人の考え方みたいな、こういう考え方のやつ嫌いというか、その、こういう価値観提示してくるやつ嫌いみたいなのがあるんでね、それをあの発表したいと思います。まず一つ目ね、あの、ペットが、ペットがというか、犬とか猫とかそういうペット、 人を可愛いと思うのが当たり前で、そういう犬とか猫とか可愛いと思える人は優しい人みたいな価値観。はい。<laughs> あの、まあ、そもそもね、僕、犬とか猫とか嫌いなんですよ。で、まあまあね、今のだけ聞くと、まあ、やばいやつと思うかもしれないんですけど、まあ、ちゃんと理由あってね。昔、その犬に太ももを噛まれて結構血出たことあって、でも、そこからね、触れ合うのとか。 ね、まあ見てる分にはまだいいんですけど、犬とかに近づくとちょっと怖かったりとかしてね、触れ合うのとかもできないんですよ。だからその結構ね、ペットとかそういうのに対してあんまり好きじゃないというかね、その触れ合いたいとは思わないんですよ。で、けどやっぱり犬とか好きな人ってめっちゃ犬好きじゃないですか。で、例えばね、職場とかでも、なんかうちの犬可愛くないとか言って見せてくるでしょう。あれめっちゃ地獄で、なんかその、 ああいっていって言うしか正直ないんですけど、まあ、全然可愛くないんですよね僕からしたらそのトラウマやからねで可愛くないのにまあ可愛いいって言いますよねその心こもってない感じでじゃあそれはそれでなんかほんまに思ってるとかみたいになるしでなんかその ね。まあ僕正直者なんで、正直にちょっとあんま可愛くないかなって言ってしまう時もあるんですよ。で、そういう時とかはね、やっぱりその犬とか猫とか可愛いのが当たり前やと思ってるんで、マジで軽蔑した目で見られるんですよね。何どうしたみたいな。心ないみたいなね。いやいや、その心あるよ、全然。心あるけど、その、おるって、その、ねえ、 寿司とかね、僕、寿司大好きですけど、寿司嫌いな人も中にはいるでしょうその生魚食べれないとかで、それと一緒でね、犬とか猫とか苦手なだけで、もうそれだけなんか、え、犬嫌いなんやばみたいな、軽蔑した、なんか、え、心持ってないやん、この人みたいな感じでね、接されるんですよ。それめっちゃ嫌で。 で、その代わりね、僕がいつも言ってるね、その犬とか猫とかめちゃめちゃ、めちゃめちゃって言うとあれですけど、犬とか猫とかトラウマで苦手な代わりに、赤ちゃんとかちっちゃい子めちゃめちゃ好きやでっていうね、あの僕めっちゃちっちゃい子好きなんですよ。でもちっちゃい子にもめっちゃ好かれるしね、僕なんか弟のね、小学校の時の運動会みたいなにね、中学生ぐらいの頃にね、行ったらね、もうその低学年の、 小学生もみんな僕のとこに集まってね、その、たねてましたからね。<laughs> それぐらい僕ね、ちっちゃい子は好きなんでね、あの、心ないゃだと思わないでください。それぐらいでっていう。その犬とか猫とか苦手な人もいますよ、中には。その、まあ、少ないかもしれないですけどね。だって、それで言ったらね、ちっちゃい子苦手な人っているでしょう。それと一緒、その軽蔑した目で見ないでっていうね。<laughs> まあ僕も何でもかんでもいいのキモいなとかは言いませんから。<laughs> はい。 それがまず1つ目、ね、でまあ2つ目がねまあアニメとかドラマとか見ないって言ったら「えじゃあ休みの日何してるんですか?」って言ってくる人というか価値観 <laughs> 価値観なんかなこれはまあその、まあ、職場で実際にこの前も聞かれたんですよなんか。 その、休みの日何してるんですかみたいな。で、なんかアニメとかドラマとかの話とかもなってね、いや、アニメとかドラマとかも全くいないっすね、みたいな言ったら、えー、じゃあ休みの日何してるんって言ってくるんですけど、いやいや、アニメとドラマ以外にもやることいっぱいあるやろ。その、アニメとドラマなかったら何もやることなくなる人って。そんなことないですよね。 むしろ結構局地的ちゃうアニメとかドラマとかって他にいっぱいやることあるよと思いながらね。今日はなんかそん、あんまりプライベートなそ,そもそもね、休み日何してるとかもそんなに言いたくない派なんで、まあその YouTube やってるし、ね、言えないっていうのもあ,ありますから、あの、あんまり言わないんで、で、 じゃあ飲みに行ったりするんですかって聞かれて、な飲みにもあんま行かないんで、まあ月に1回2回行くかなぐらいのレベルなんで、飲みにも行かないですし、え、じゃあ休みに本当に何してるんですかって、まあ確かに僕がね、答えないのも悪いですけど、その、なんか自分が楽しいと思う、その、ね、アニメとかドラマとか飲みに行くとかをやってないだけで、 その休みの日じゃあ何してるんですかと言われるのはいやいやいろんなことしてますけどってなりますよね。でなんかそのあげくの果てにこの前ねえー、楽しくなさそうとか言われたんですけどいやめちゃめちゃ楽しいからっていうね <laughs> そのなんか自分のねあの価値観以外のというか自分の楽しみ以外のことをしてる人に対して楽しくなさそうって思う人が結構苦手で。 なんか自分の価値観を押し付けてるというか、その広い目で見て、そのおののの楽しみ方があるやんっていうね。で、家でね、それは何もしないわけないというかね、その休みの日にずっと座って泊まってるわけないじゃないですか。自分なりに楽しんでますよ。だから楽しいんですそれが。で、別にそのずっと泊まってる人がおってもいいし、その人はそれが楽しいやから、その、なんかすぐ楽しくなさそうとか言うのやめて、めちゃめちゃ楽しいから、こっち。で、なんかその時にね、 なんか、いや、めちゃめちゃ楽しいですよって、それこそ言ったらね、なんか、めっちゃ反論して、やばこいつなんか、地雷に触れたって思われそうなんで、いや、楽しくなさそうっすよね、とか言って合わせるんですけど、いや、めちゃめちゃ楽しいよ、人生。<laughs> 名言みたいに。いや、人生めちゃめちゃ楽しいよ、めちゃめちゃ楽しんでますよ。うん。そのわざわざね、その、楽しんでますみたいなアピールはしないですけど。それがね、結構、 ね、苦手なんですよ、ね、まあさっきも言った通りね自分の価値観以外の人を許容しない人が僕あんまり好きじゃないというかねまあそれで言うと僕あんまり友達とかもね自分と同じ考え方する人いてもまあねそれはそれで楽しいですけど結構ね自分と違う考え方を持ってる人と会いたくなるというかあそういう考え方もあるんやなっていうのを話聞きたいタイプなんで。 なんかそのね、自分の価値観だけで狭めたくないタイプなんでね。だから余計なんかそういう前提でというか、そういう人と接するの苦手なんですよね。なんか言った時に、え、何それ気持ち悪いみたいに言われたら、いやいやいやってなるんですよね。だからそれもやめてほしいと。でもう一つ、もうこれはね、常々言ってるんですけど、陰キャとか陽キャっていう価値観ね。これめっちゃ嫌い。もう、一番嫌いかもな。<laughs> 一番嫌いかもな、マジで。その 陰キャとか陽キャ。まあ、言葉がそもそも嫌いなんですけど、何っていうね。その、陰キャ。陰キャラ陽キャラ何ですか陰気なキャラ。陰質なキャラ。陽気なキャラってことですか誰が決めたか知らんけど、そ僕、中学校の時とかなかったんちゃうまだその言葉。最近ですよね、割とここ。10年ぐらいとかの話じゃん。そういう言葉できたの。あの言葉のせいでなんかね、変な。 え固定概念みたいなね固定観念っていうか,なんかうま日本語わからんけどになんか縛られてどんどん生きていく人が増えてきたというかねその陰キャとか陽キャとかないのようんないのよ陰キャも陽キャもそのねめちゃめちゃ明るくていろんな人と接する楽しい人みたいながまあいわゆる陽キャですかそのでめちゃめちゃなんかその静かであんまり外にも出ないし なんて言うんてううでしょう社交性があんまりないみたいな人は陽キャじゃない陰キャですか言ったら一般的な感じで言うとそれって別にそのおのおのの人それぞれのほなんていう持つ雰囲気とかただのその人のあれやんっていうねその2つでくくんなっちゅう話で別に明るい人もいたらおとなしい人もおるやんっていうねその別にどっちが悪いではないしねうんで。T とかにもよるしねそのお葬式とかでめっちゃ明るく盛り上げたらあかんやろまああかんこともないかもやけどお葬式によってはその家柄によってはね <laughs> ややこしになってくるけどそんなん言い出したらそのあかんこと絶対ないね別におとなしいのがあかんことも絶対ないしでましてやそのめっちゃ明るいのがあかんこともないね別にその迷惑をかけへんかったり犯罪を起こせへんかったり道徳に反してなかったら別にあかんことはないねどっちも。 やのになんかそのやり合いが見てられない。その <laughs>、例えば陽キャのね、陽キャといわゆる言われる人がなんか、なんかいるじゃないですか。大学とかでもね、なんかそういうおとなしい人にマウント取って、上何してみたいなね。ああいうのまあもちろん見てられないんですけど。 ねえ、何がやねんって話で、なんかその言葉にくくられて勝手に自分が上やと思ってるというかね。で、またその陰キャと呼ばれる人たちが、なんかその、そういう陽キャっていう人たちのそういう行動とかを批判するのを見てられん。その、なんか対立構造が別にいいやん。もうほっときゃ。その自分の世界で生きたらいいやんっていうね。自分の世界で、例えばおとなしい、こう、 自分もおとなしい。おとなしい友達が好き。おとなしい同士で絡んでる。それでいいやん。別に、それで、別にあの人ら、あの人らって今ね、僕、斜め上見て喋ってるんですけど、その、このうるさい人たち、陽気な人たちを別に、うわ、あんな嫌やな、とか言わんでいいやん。で、その、ね、陽気な人たちにめっちゃ騒いで盛り上がってる人たちも、その別に自分らで楽しんどきゃいいやんっていうね。その、その、おとなしい人ら見て、何してあいつらとか言わんでいいやんっていうね。もう、 別に。ねそれぞれですから。それぞれの良さがあるじゃないですか。それぞれの悪さももちろんあると思いますけど。だから別にいいやんっていうね。その価値観に縛られないでくださいっていうね。その価値観解き放ちましょうよ。うん。その、キャとか、陰キャとか、思わないでください。陽キャの人もそうですし、陰キャの人も、あの、思わなくていいんですよ。自分は陰キャだとか、陽キャだとか。ないですから、そんな。あなた。あなたはあなた。<laughs> なんかの歌詞でありそじゃない歌作ろうかな。でサビで「あなたはあなた」みたいなんで始まってね。めちゃめちゃ恥ずいの。めちゃめちゃはずい歌やな。<laughs> まあそのね、うん、自分を生きましょうよってことですよ。でなくしたい。もう、うん、作られた言葉なくすのって無理かもしれへんけど。 なかなかね、新しい言葉を生み出すより、今ある言葉をなくす方が難しいよな、絶対。陰キャと陽キャっていう言葉を作り出すより、陰キャと陽キャっていう言葉をなくす方が難しいと思うけど、うん、なくしたいね、僕は。新しい言葉を作りたいっていう願望は今まで何回か持ったことあるけど、初めてかもな。今ある言葉をなくしたいと思ったのは、陰キャと陽キャっていう言葉は、なくしたいけどな。 陰キャと陽キャっていう言葉をなくそうという活動ししたら絶対もっと広がってもらうから難しい問題ですね <laughs>。はいということで、えー、今日はねいろんなことに文句言ってまいりましたけど、まあ、まあ要はね自分らしく、うん、楽しくいきましょうよっていう他人のなんか他人の価値観に左右されずね自分の価値観でいきましょうよって他人の価値観も許容しながらね別にその。 許容しながら別に他人のことを批判することなく自分の人生だけを楽しみましょうということでしたはい <laughs> なんか昔のラジオに戻った感じすんななんか僕はラジオトークっていうアプリでねまあ youtube でラジオする前にラジオしてたんでその時とかこういう話をしてた気がします <laughs> はいということで今もその時聞いてくれてる人とか聞いてくれてたりするのかなもう からままくってますけどなんかその時の人が聞いてくれたらね、ぜひコメントで聞いてるよーって言ってくれたら、うおーって盛り上がるんで僕、ぜひよろしくお願いいたしますということでね、今週も聞いてくれてありがとうございました。皆さんぜひ高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。あとはね、もう一つのチャンネル、えー、限界社畜 畜社畜マン働きますおっていうねチャンネルやってるんでそちらもぜひチェックしてみてくださいということで今週のラジオここら辺で終わりたいと思いますまた次回お会いいたしましょうバイチャーメークマニーピポーインサイドピポーインサイドインザスカイメークマニーピポーインサイドピポーインサイドインザスカイチャンネル登録お願いします